さあ、ゲームオープンしていく。いいスタートを切ったのは、絶対ナンバー50にいます。坂本ですけど、いいスタートを切ったのは、キッチャー・ショーガもいいスタートを切っていて、そして野村ハピーがここ1投目で1番手のポイントを盛り立っていて、後輩から2番手に泳ぐというのは、青ヘルメットの絶対ナンバー2番、キッチャー・ショーガ、野村とキッチャーの一騎打ちになるか、第2コーナー、ここは野村ハピーが抑え込んでいて、3番手には渡辺一郎、絶景ナンバー4番が3番手から前のライダーを追い上げていこうとしていく。2番手の土屋翔馬、ここは前の野村ハクを狙いたいところが、野村ハク、このまま1番手のポジションでゴールラインに通過していく。土屋、そして渡辺の順番でゴールラインに通過していく。坂本